続いて、AOV の設定に行きたいと思います。 AOV はですね、レンダー画像をシェーダーとかライト別にですね分けて出したり、あるいはシェーダーの中の要素をですね分解して出したりするような機能ですけれども、ポストプロセスでコンポジットするときに、調整しやすいようにするためによく使われます。でどうやって設定するかなんですけども、レンダー設定を開いていただくと AOV タブがありますので、そこで設定するわけなんですけども、例えばですね、ハイパーシェードはレンダー設定を開いていただいて AOV タブを見ていただくと、すでにいくつか、設定しております。でこの今左側と右側にスロットがあるんですけども、左側を選択して矢印、その下の矢印を押すと右側にポンと飛んでいって、下の一覧に追加されますというのが EOV の設定の方法ですね。でそれぞれの EOV に対しての細かいパラメータは EOV の右側のちっちゃい三角を押しているとセレクト EOV モードというのがあるので、これ選択するとここにアトリビュートのパネルにですね、その AOV の設定が、出てきます。こんな感じで、まあ、名前を変えたりすることもいいですね、まあ、最初からついては名前でもいいんですけど、なんかもうちょっと違う名前にしたい場合は変えていただいても大丈夫です。これいらないや、さっき追加したやつ別にいらないっていう場合は、まあ、スイッチオフにしてもいいですし、右側の三角形から、リムーブ、除去ってしていただくと1個ポンと減ります。これレンダリングしてみたいと思うんですけれども、レンダリングするとですね、どうなるかというと、アンドロイドのセルフから、ます。もしかしたら、パースペクティブで連絡すると変なところに出るかもしれないので、ここのカメラをですね、レンダーカムに変えてみてください。パースペクティブが変なところに出てしまいました。レンダー途中でもですね、AOV を見ることができます。AOV は、このレンダービューウィンドウの、ここですね、ここを開けていただくと、切り替えて、今、まあ、まだ計算中だと思いますけども、AOV を確認していくことができます。いっぱい作りすぎるとですね、これ見るの大変だと思うので、まあ、確認用だと考えてもらえればいいかなと思いますけども、こんな感じで、いっぱいというか、そんなに大量ではないですけどね、こうやって付け足しています。AOV にはですね、あらかじめもう設定されたやつがあるんですけども、結構たくさんあります。でもこれが全てではないんですが、まあ、基本的にはこれだけで大体がことが足りると思いますので、まあ、簡単に説明すると、アルファとか、アダプティブサンプリングの密度とか、ID、例えば N は、シェーディングスムース光線ですね。P は、ポジションですね。X、Y、Z 座標のポジションを色で出したやつですね。プリファレンス、これよくわかんないです。RGB はいわゆるビューティーってやつ、これは完全に絶対必要なものですね。Z、Z バッファーですね。区域の深さです。アルベドは、スペキュラーとか反射とか影とかのない表面の色だけですね。で、バックグラウンドは後ろのやつ。コートはコート反射、コートのアルベド、ダイレクト、インダイレクト。ディフューズが拡散。それのアルベド、ダイレクト、インダイレクト。ダイレクト、は、あと直射光ですね。エミッションは発光しているオブジェクトですね。ページ変えます。インダイレクトは、直射光に対する拡散反射光ですね。で、モーションベクターは動きのデータです。モーションベクターはですね、ちょっとね、使い方注意が必要なんですけれども、オパシティ、不透明度に対するので、レイカウントは使ってもないですね。シャドウマット、影の領域で、シーンは、シェーダーのスタンドサーフェンスになるんですけども、なんか、布っぽい表現を出すときに使う反射成分ですね。で、スペキュラーは表面反射、サブサーフェイス、トランスミッション、で、ボリューム、シャドウディフューズ、マスク、ハイライト、リムライト。リムライトは、トゥーンシェーダー、ハイライト、リムライト、トゥーンシェーダー用ですね。あと、クリプトマットが3つの出力という感じで、こんだけがですね、デフォルトで設定されているものです。一応、基本的には、まあ、この、デフォルトで搭載されているものだけで、まあ、大抵こと足りると思います。今、見ていただいたんですけども、まあ、レンダリング途中でもこうやってね、切り替えて見ることができると思います。ディフューズだと、まあ、反射成分がないですとかですね、ダイレクトはダイレクトの方法ですね。
エミッションは発行しているものですね。インダイレクトは拡散反射ですね。こんな感じでスペキュラーだけとかサブサベース、これサブサベース使って見ることができたりもします。で、これをですね、なんでこんなことをやるかというと、後で、例えば、これだと、まあ、ここがちょっとね、発光してるわけなんですけども、発光の部分だけをちょっと強くしたいとか、いう場合に、コンポジットで、この部分だけを強調したりとか、色を変えたりとか、いうことで、要素を分けておくと、再レンダリングしなくてもいいという意味合いで、こう、AOV が結構使われたりとかします。はい、じゃあ今度はですね、ライトごとに分けるやり方というのをご説明します。さっきのはですね、登録された AOV を使ってたわけなんですけども、ライトごとにですね、AOV を分けることができますので、これはですね、まあ、プレビューだけじゃなくて、まあ、自分でね、1枚絵を作ったりするって場合は結構役立ちますので、ちょっと覚えたいと思います。はい。やり方ですけど、実はもう分けてあるんですが、シーンもですね、パースで見ていただくと、こんな感じで、ライトがですね、でかいエリアライト、左からエリアライト、右からエリアライトで、3つのエリアライトで、ライティングされるのが、されているのが分かると思います。で、アウトライトを見るとですね、ライトって書いてあるところですね、キーライト、ホワイト、ディグライト、レッド、リム、ブルー、あと、なんか、ここで発光してるライト、3つのライトが見えると思います。で、ライトごとの AOV の取り方はどうやってやるかというと、まずライトを選択して、ライトのアトリビュートのずっと下の方にあります。ここにありますかね、ビジビリティというタブの中にですね、AOV、ライトグループというふうなスロットがあるんですね。ここに今もホワイトという文字が入ってますけど、ここに好きな文字を入れてください。例えばこれでキーライトだとキーって言ったりしますね。何でもいいんですよ。日本語はダメだと思いますけど、アルファベットであれば、ね、キーライトって打ちました。ではこ次に、リムライト1、レッドを見ると、レッドって書いてますけど、まあ、これは例えば、レフトって名前を変えます。ブルーは、例えば、ライトって名前に変えようとしますね。そうするとですね、この今変えた名前はどう影響を与えるかというと、レンダー設定の AOV を開いていただくと、まあ、大体が RGB に対してやるんですけど、RGBA を選択していただいて、右に矢印を押していただくと、ここにポコッと RGB がつきます。まあ、下になんか似たようなブルー、レッド、ホワイトとかも作ってますけど、これはまあ置いといていただいて、消しちゃってるんで。今作った RGBA のパラメータを見る場合には、RGBA の右側の三角形の一番、セレクト AOV モードを選択すると、このアトリビュートが出てきます。このアトリビュートの中にですね、もう見えてくるんですが、ライトグループがあって、このオールライトグループっていうスイッチを入れるとですね、もう自動的にさっき作った、キーとかなんとかっていうライトがですね、全部吹き込まれ、全部ひっくり返られて計算されます。これでですね、レンダービューをレンダリングしますと、例えばさっき作りましたキーライト、ライトのライト、リフトのライトという感じで、自分が付けた名前ごとにライトを分けてくれます。昔はもうちょっとね、設定必要だったんですけど、今はすごく簡単になりました。名前さえ付けて、あとはオールライトグループのスイッチを入れれば、全部最初から分解してくれるので。これはですね、もう、できたら、フォトショップ上でスクリーン合成するだけなので、できたやつをバランスをね、見て、例えばもうちょっと赤いライトを強くしたいなという場合では、ちょっと、レベルを上げていただくとかで合成してもらえれば、あと過去、ポストプロセスで光の量をコントロールすることができるようになります。これがですね、ライトごとの AOV 設定になります。簡単にできるかご覧いただけたかなと思います。はい。では続いてですね、AOV をミルク上で再合成する方法についてお話をしたいと思います。で、何が必要かというと、スタンドのサーフェイスシェーダーを割り当てた、あの要素を全部再分解して出して再合成できるようになれば、それが正解ですので、スタンダードサーフェイスのパラメーターに基づいて分けていきます。スタンダードサーフェイスは、皆さん、先ほども作っておいたと思いますけれども、ハイパーシェードを開いていただいて、どれでもいいですけど、選んでいただいて、
ただくと、ここに、ね、見えていたこのパラメータのところですね。ベースは、まあ、いわゆるディフューズです。でスペキュラー、トランスミッション、サブサーフェイス、まあ、使ってればそこと、あのシーンとエミッションとかになりますけど、あと、シーンフィルムとかジオメトリとかとかまた別の要素になるんですけども、まあ、上の方のいくつかがまあ基本 の, あの要素になるわけですね。これを分ければいいんですけど、1個だけちょっとややこしいのがですね、アンドにはダイレクトとインダイレクトっていう直射光と拡散反射っていう2つの要素に分けることができるので、できればそれぞれの要素、ディフューズ、スペキュラー、トランスミッションを2つずつ出しておいてあげると、あのよりグローバルイルミネーションのコントロールがしやすくなりますので有利かなと思います。これらの要素はですね、 AOP の中にも最初から備わってますので、単に左のスロットで選択して右のスロットに入れてあげるだけです。まあ、ちょっとここはアンダーバーちょっと二重になっちゃいますので、ね、これ一つだと思っていただければ。あと、まあ、コートをマテリアル上にコートを使ってなければここいらないですし、サブサブス使ってなければここいらないですという意味で減らしていくことはできます。シーンを使っている場合にはちょっと書ききれなかったので一行で済ましちゃってます。シーンを使っている場合にはそれのダイレクトインダイレクトを出してあげれば、一応マテリアルに関してはあの分解合成ができるようになりますので、まあ、基本はこれだと思ってください。入力上での設定なんですけれども、入力のコマンドパネル、この、 あのスパナアイコンのところにですね 2D というメニューがあるんですけども、 2D のここに CG ビューティーがあって、さらにそこに TDCG ビューティーというコマンドがあります。これを、選択していただくと、自動的にですね各レンダラーの、要素を再合成するこういったノードがですね勝手に作られます。アーノルド、シネマ 4D、モド、レンダーマン、ヴィレ、あとは、ね、いや勝手に作ってくれるんですけど、これですね、流れはここにね、あのマルチチャンネル EXR を挟むわけですね。で下がってきて、このシャッフルノード、まあ、リュックをお使いになったことのない方はちょっと難しかったりしますけれども、シャッフルノードってやつで要素を分解していくわけです。ダイレクトディフューズ、インダイレクトディフューズ、ダイレクトスペキュラー、インダイレクトスペキュラー、リフレクションとかで、まあ、5つに分解して、で、次に、このグレードノードってやつで、色の強さとか、まあ、起動して、調整かけた上に、マージデバレルノードで、プラスという形で足していきます。そうすると、最初に入れたものと、まあ、ここをいじらなければ、ここで再合成したものとイコールになるわけです。そういった意味でこうやって分解して調整して合成するという流れになっています。まあ、ここなんですね。ところがですね、これってオリジナルは間違ってるんですよ。何が間違ってるのかというと、ちょっと説明いたしますと、AOV を、レンダーセットの AOV を見ていただくと分かると思うんですけど、ディフューズのところで分解する場合に、ディフューズダイレクト、ディフューズインダイレクト、まあ、この今作ったこの2つが必要なわけなんですけども、これ名前がね結構重要なんです。 AOV の名前をここはあの間違えたらこれがあの最後から引きずることなんですけども、アンドで設定するとですね、ディフューズが頭に来て後ろにダイレクトがインダイレクト、ところがダイレクト、インダイレクトが頭に来てディフューズに設定してるので、これでやるとですね作った AOV を読み込むことができないんです。なので全部名前ひっくり返してやらないといけないので、やる方としてはですね、ちょっとめんどくさいんですけど、ちゃんと読み込んでいくときに、ダイレクトディフューズを読んで RGB に変換するってやつをやる必要があります。で、そうして、名前変えてやって、まあ、ちょっとこれね、要素足りないので、実際にはもうちょっと必要なんですよ。ダイレクトの、ディフューズのダイレクト、ディフューズのインダイレクト、スペキュラーのダイレクト、スペキュラーのインダイレクト、これはサブサーベースのダイレクト、サブサーベースのインダイレクト、またトランスミッションも同じ。こんな感じで、それぞれの要素が一応ダイレクトとインダイレクトに分けてやって、調整をかけて、再合成していきます。まあ、この後にもね、コートとかシーンとかがあればもうちょっと増えていきますけども、まあ、そこはマテリアルの設計次第になります。というふうにやってあげると、アーノルドが出した AOV をですね、もちろん入力上で、きちんと再合成することができるようになります。なので、まあ、参考としてね、まあ、こういった流れというふうに考えていただければいいかなと思いますけど、
入浴でやる場合はそういうふうにしていただくと問題なく再構成できますので、ぜひ両方お使いの方はですね、とその名前に注意していただいて、まあ元々はね作ったこれそのまま活かせますので、ちょっとあのであれば余計なやつにならないとお聞きしますけど、これをですね、もうちょっとこう拡張してですね、ぐーっとこう伸ばしてみて、あと要素を増やして名前を正しくしてあげれば問題なくなります。